今回はね、来シーズンに関するね、いくつか面白い情報があった。まあ、運営がトレーラーを公開して、すべてのバトルパススキンが判明したり、まあ、ミシック武器や登場する武器の情報、マップやイベント関係、ついにあいつが帰ってきたり、コラボに関する情報とかね。まあ、いくつか来シーズン関係の情報があったから、まあ、それらを紹介していこうかなって思います。あとは今のところもう確定してる情報とかをね。最初はね、バトルパススキンから紹介していこうかなって思います。まあ運営がティザーを公開したのもあるんだけど、今回登場した、まあ運営が公開したトレーラー映像にね、7種類のバトルパススキンが映り込んでた。まあまずは、この画面よね。この画面からわかるのは、まずはゼウスだね。ゼウスはこれ。そして、まあこれが多分ハデスかな。そして、これがアフロディーテ。まあ、この3つは、もうすでに、運営が公開したティザーで判明してるやつだね。そして、こっからは新しいやつになるんだけど、まずこれがね、ポセイドンになってるね。フィッシュスティックとか、あともうギリシャ神話のポセイドンって噂があったんだけど、まあ、こいつになるっぽいね。一番びっくりした。そして次が、これがね、アルテミスになってると思う。まあ、今までって、弓の星座があって、アルテミスなのかアポロンなのかってね、結構いろいろ言われてたんだけど、結局はアルテミスだったみたいだね。個人的にアポロンだと思ってたんだけど、まあアルテミス。そしてこれがケルベロスになってる。そして、まあ、多分ここにはね、ちゃんとしたのは映ってないんだけど、この大きいやつ、これがアレスを表してるって言われてる。そして予想通り7種類全部がこの星座に関するやつだったね。そしてそうなると、まあ、もう一個映ってないこの星座、これが多分メデューサになってる。まあこれがね、もう来シーズンのバトルパススキンで確定だね。いや、めちゃめちゃいいね。マジで今シーズンは何ともコラボしないバトルパスになってるみたいだね。超久しぶりじゃない？まあ、マジでね、当たりな気がする、個人的にね。そしてね、次は来シーズン登場する武器よね。まずはフォートナイトの競技アカウントがとある投稿をしてたね。雷のマーク、狼、鎖、羽、これがね、来シーズンのミシック武器を表してるんじゃないかって言われてる。まあ一致するのがあって、まずこれがね、ゼウスのサンダーボルトだね。まあトレーラーにも映ってたこれだね。そして次がケルベロスの狼って言われてる。まあこれもトレーラーにあったよね、こいつら。そして次がハデスの鎖だね。そして最後がイカロスの翼。これらが来シーズンのミシック武器になる可能性がある。まあなんか個人的に気になるのが一個あって、ここにもさ、ポセイドンが映り込んでると思うんだけど、こいつトライデント持ってんじゃん。これミシック武器になるのかな。これもちょっと個人的に気になるよね。そしてね、次も武器関係でいくつか怪しいのがあんね。まずトレーラーの一番最初に映ってた、このスナイパーなのかアサルトなのかわかんない謎の武器。まあこれがね、新武器の可能性がある。そして、スコープで覗いている時に謎の赤いのが映ってんじゃん。これが、多分これが来シーズン登場する新スキンなんだけど、何かはまだ判明してないね。そして、このハデスのシーンで、ハデスがピストル一発撃って敵を倒してって思うよ。これがハンドキャノンなんじゃないかって言われてる。そして他にはね、今エピック開発中の武器があるよね。それがタクティカルショットガンだね。これも登場する可能性がある。そして他には最後にこの映像、まあ、この画像があったと思うんだけど、ここに2つの謎の武器が映ってんじゃん。こいつらも来シーズン来る新武器っぽいね。まあ、どっちかは一番最初に映ったこの武器と似てっけどね。まあこれが来シーズン登場する新武器なんじゃないかって言われてる。まあこう見るとなんか、前シーズンが登場したさ、武器のカスタム機能みたいな、これは残ってそうだね。そしてね、次はマップよね。マップで一番最初に気になるのがこのシーン。ここに全く新しいギリシャっぽい建物があったもんだけど、ここがね、多分ルインドリールズの新しくなった場所だね。まあ、ルインドリールズ新しくなるって言われてたんだけど、多分それがこうなんじゃないかな。そして次が、このハデスの場所よね。ここはマジでね、全くわかんない。多分新エリアなんじゃないかな。まあ、トレーラーからわかんのって言っても特にこんぐらいしかないよね。
そしてフォートナイトをさテストプレイしたって言ってる人がいたじゃん。その人が言うにこのエリアが新しくなるって言われてんね。この丸で囲ってある場所が変わるってことなのかな。そしてね、これは確定した情報っていうよりはあくまで噂程度で思っててほしいんだけど、今マップ上に登場してるザ・ハンドがあったもんよね。クソでかいて、もう今じゃなんかもう下からさ竜巻みたいに出ててかわいそうなって。こいつの情報なんだけど、来シーズンの中盤頃にねこの手が動き出す予定みたい。ついにね、やっぱこの手も来シーズン関わってくるっぽいね。何なんだろうね、この手が動き出すってことは間違いなく巨人だと思うよね、大きさ的に。いや超楽しみ。まあどのスキンなのか、なんで動くのかとか、まあ全くね何の情報もないんだけど、まあ来シーズンの中盤頃にねこいつが多分関わってくるっぽいね。そしてね、次はね動物系よね。来シーズン空を飛ぶ動物が来るんじゃないかっていう噂がある。まあちょうど1年以上前にそういう空を飛ぶ動物のリーク情報っていうのがあったよね。そしてギリシャ神話って空を飛ぶ動物が登場するんよ。まあタイミングとしてちょうどいいし、まあ羽のさ武器とかも登場するんじゃん。そういうところからワンチャン空を飛ぶ動物、まあ合ってんのに言ったらグリフォンとかペガサスとかそういう系も登場するんじゃねって噂があんねん。あとはまあトレーラーにも映ってた狼っていうのも登場しそうだね。まあ新しい動物も何匹かはいそう。そしてね、次は、まあ、来シーズンマグマパニックとマイダスが帰ってくんね。まあ来シーズンのさ大会の登場するやつっていうのがいくつか見つかったと思うんだけど、その中にマグマパニックが発見されて、まあ来シーズンマグマパニックが登場することが判明したね。そしてこのマグマパニックがマイダスプレゼンツマグマパニックっていうねマグマパニックになってるみたい。だからまあもうマイダスプレゼンツってついてるだけあるし、まあ来シーズンマイダスの復活も確定だね。だからまあスパイチームとかもワンチャンあるかもね。そしてマイダスってね今特別なラウンドマークを持ってて、マイダスヨットっていうねラウンドマークがあるんよね。まだ未登場なんだけど、それが来シーズン登場する可能性もある。まあ来シーズンマイダス、マグマパニック、そしてマイダスヨットって呼ばれるのとマイダスの新スキン、これ楽しみ。そしてね、次はコラボになってるんだけど、呪術廻戦コラボ第2弾が来シーズン登場すんね。これも運営がね、まあ、これもデータから見つかった大会の情報があったと思うんだけど、その中に呪術廻戦カップがあって、まあそれでねコラボするっていうのが見つかったやつだね。まあ今のところ、まあ、日付の変更が入る可能性もあるんだけど、この呪術廻戦コラボ第2弾っていうのは4月の11日前後に来るって言われてる。まあ来る予定みたいだから、まあ、結構早いうちに登場しそうだね。まあどのスキンが来るか、ミシック武器は返ってくるかとかは分かんないんだけど、まあそういうね呪術廻戦カップっていう大会はあるっぽいから、まあこれめちゃめちゃ楽しみ。そしてね、次はね来シーズンフォートナイト OG が帰ってくる可能性がある。エピックが今ねとあるものに取り組んでて、 FNCS カオスと呼ばれるものに取り組んでるみたい。これがなんとねフォートナイト OG シーズンに関するものになってるみたいだね。だからワンチャン OG の FNCS が開催される可能性があるみたい。まあ今のところね予定されてる日程っていうのがあって、初回が3月27日から4月の21日、決勝戦が5月の24から7月の24。まあこういうね FNCS の OG の大会っていうのが来る可能性がある。まあ、FNCS で OG が来るってことなら、多分シンプルに OG フォトナも帰ってくると思うし、まあ来シーズンもしかしたらね独自のモードとしてフォートナイト OG が帰ってくる可能性があるね。そしてね、次はね来シーズンもランクカップっていうのは開催される予定みたいだね。まあ多分3回にわたって開催されるっぽい。まあソロ、デュオ、スクワットの大会が3回あるって感じだね。
まあ、今回も75ポイント以上取ることでランク関係のグライダーがゲットできるっぽいね。まあ、多分傘っぽい。いや、これもいいね。まあ、今回はね、めちゃめちゃかっこいい傘にしてほしいな。なんかちょっとギリシャ神話っぽい傘にしてほしい。マジで楽しみ。まあ、今わかってる情報でいくとこんな感じだね。これっていうのが運営がトレーラーを公開してすぐに作った動画になってるよね。まあ、これ以外にね、もしかしたらいろんな情報が公開されてる可能性があるけど、まあ、運営がこのねトレーラーを公開してすぐに作った動画だとこの辺の情報がね、まあ、確定してた。いや、めちゃめちゃ楽しみやね。